今回は1000万人のフォロワーを抱える海外の人気サイトが投稿した投稿からで、日本が他のすべての国よりも優れている点が取り上げられています。1. 学校、多くの国とは違い、日本では義務教育に留年制度がない、食堂はなく、生徒は教師と共に教室で昼食をとる。最も驚くべき点として、校内の掃除も自分たちで行う。 2. わびさび、不完全な美をめでる、独自の哲学、詩や金継ぎ、家庭内や職場内など、あらゆる場所で見て取れる。3. 清潔さ、大都市でさえ驚くほど清潔、清掃を強制的な義務ではなく道徳的な義務だと感じており、清潔な環境に誇りを持つ日本人が多い。またリサイクルにも積極的で、ポイ捨てもしない。 4. 自動販売機、都費に関係なく存在し、全国に約550万台設置されている。そしてその種類は非常に多岐にわたっている。5. 電車内のマナー、電車の車内で電話をする日本人はほとんど皆無である。 6. 公共交通機関、日本には世界トップクラスの交通システムが存在する。新幹線の速度は世界最速レベル、電車の到着時間は非常に正確、座席ヒーターのような特別な設備もある。7. コンビニエンスストア、大都市では全ての街角にあり、新鮮な食べ物を手に入れられ、その他にも様々なサービスを利用できる。また他の国のコンビニとは違い、清潔で綺麗で、どの点から見ても完全にユーザーフレンドリーである。 8. 健康的な料理、日本人の健康と寿命の長さは世界トップクラス、日本食はヘルシーとして有名である。その無駄のなさと繊細さにより、多くの日本料理が世界的な名声を得ている。 9. 治安の良さ、日本は厄介な事件が非常にレアな、世界でも数少ない国である。女性にとってさえ世界一安全な国の一つなのだ。世界的に見て夜間でも日本は犯罪が少ない、世界平和度指数でも外国人にとって安全な国だと指摘されており、5歳の子供でも一人で電車通学ができる国なのだ。以上になります。コメント欄には日本在住経験がある外国人からの意見も多く、清潔さや治安の良さは特に共感できる要素だったようでした。